ましたね。高和駅も来ましたよ。順番順調に来てますね。隣に止まったのは特急の名古屋行きなんですね。こっちはこっちでまた名古屋止まりのね列車が走っていくってことで、あれですね、名鉄名古屋駅がねどれだけ通すかね、こういうね東駅止まりの列車が何やかんやと入ってますからね。ここもここで2面4線か、でこっちの方が口型ホームになってる感じですね。ターミナル感があってですね、あでもやっぱここもそうなんだ、こういう感じになってるんですね。ターミナルね、いや順調にターミナルできてますね。あでここはちょっと時間がありそうかな、電車の本数もまあまあありそうですからね。あでもないのか、1時間3分か、まあ、でも20分に1本ありますからね。ここからね港にも行けますし、港まで歩いても近いのかな。こんな感じだよな。こっちは来るの初めて。こんな感じなんや。でこんな感じで、ここがバスターミナルになってるんですね。もともとは確か名鉄バスだったと思うんですけど、あれですね、多分コミュニティバスに変わったんでしょうね。で、そう、私ずっとなんか篠崎とか呼んでましたけど、そうだ、これ、諸崎ですね。そうだ、そうだ、諸崎だ。言われたらそうだ。うん、聞いたことあれば諸崎って言ってますね。結構店とかも入ってんだ。できた。次は工和港ね。そう、室崎港と工和港だって。日間賀島には多分工和港からも日間賀島とかあっちの方には行けるはずですけどね。カレー屋。カレー屋さん、卵丼風カレー、めっちゃ気になるな。カツ丼、定食もあるんだ。えらい買い足しの走ってます。こっちえらいことになってんだな。あ、そうか、北関東なんかあれですよね、ご当地キャラのなんかいろいろ作ってますもんね。行ってみようかな。さ、食べてきましたけどね、いや、美味しかった、よかったよかった。カレー屋さんにも結構定食とかも通ってる感じですけど、まあ、やっぱりメインはカレー屋さんなんですね。ということで。安いね。セットでね、700円できたもんね。ね、ご飯の量とかも全然少ないとかなく、いい量でございましたよ。値段も、あれ税込みで700円ですね。安いわ。で、親子丼カレー、親子丼じゃない、卵丼カレー。何なんかなと思ったらね、本当に言葉通りの味でしたね。写真に載せときますけど。本当に卵丼にオンカレーって感じで、結構カレーって結構マイルドにね、感じで、そんなあのスパイシーというよりはマイルドな感じだったんで、うまいこと合うなっていうのでね、すごい美味しかったです。これちょっと今度はなんかカツ丼カレーとカツカレーとは何とか違うのかな、聞いたんでね、またちょっと行きたいと思います。3問題ここからです。ってことでね、美味しく食べてね、こうまで来ましたけどね。とは月は問題くれよ。壁画。これどうやっていたらいいのかね。今ちょっと調べとったんですけど、やっぱ電車で行こうと思うとぐーっと回って神宮前まで行かなあかんかな。これはさすがに遠すぎるかな。なんか
ショートカットできる方法ないかなと思ったんですけどね。とりあえずね、どこだったっけな、下半だな、ここだ、青山、ここまでとりあえず行けば良さそうなんで、とりあえず青山に行ってみようと思います。もしかしたら地球というからね、あの JR に乗るって手もあるんですけど、 JR も JR で結構迂回しないといけないですからね、名店ってことじゃないですけど、とりあえず青山町まで行きますか。で次がこっちでいいか、こいつか、金山行き。あ、めっちゃ洗車してる、どうせ確定ですもんね、液晶ついてるんですね。そう、金山駅ってのがありますからね、どうしても南海山まで行ってやつね、全部入れとったら、まあ、とんでもないことになるので、こっち方面特にね、金山駅の途中のね、金山丸っていうのがあるんですかね。まあこっから普通に2分に1分とか電車出てますからね。いやー、のどかですけど、いいところ見つけたな。いや、いい旅になりましたね。あ、ちなみにあのカウンター席にね、オンリーな感じなんで、結構一人でもさっと入りやすくてよかったですね。まあ、他のお客さんには、ね、あの地元の方、常連さんでね、結構、はい、で、張る感じでしたね。